今回はバットの握り方について説明していきます。バットの握り方ですが、このように手のひらで握る選手、そして手のひらと指のこの付け根のあたりで握ってくる選手がいます。どちらの選手も、共通するのですが、握っていく順番は小指側からこのように包み込むように握るようにしていきましょう。でそうすることで、親指の方向から握っていくときよりも力が抜けてスイングすることができます。それではスイングしていきたいと思います。ベースボール1